二甲橋は広島市呉市中心部の二河川に架かる道路橋である。もともとは呉市殿が通っていた平洋橋であった。括弧内は戦前に発行された内務省土木研究所編本邦道路橋集団によるデータ、つまり竣工当時のもの。初代の二甲橋。後は1889年に呉陳府会長。1903年。 呉海軍交渉が設立されると、西日本有数の軍港として発展していった。また1902年に市政施行し、呉市が誕生している。1908年、こうした状況の中で、市中心部の主要道路の目標として、二甲橋が架橋される。翌1909年県内初の路面電車である、呉市電が全面開通し、 この橋の上を路面電車が通る平洋橋となった。なお、橋竣工に際し、路面電車が通る前提でかけられた、どうかは不明である。この目標時代の二甲橋の様子が撮影された、戦前の絵はがきがあり、現在流通している、クレシデンの資料にも掲載されている。この時の目標は1929年当時で、橋町15件、福音10件。 ただ交通の往来の激しい幹線道路であったため、老朽化の進行も早く補修などの必要性に迫られていたが、橋を管理する県はそれを後回しにしていたため、目標での晩年になると一部で腐食が目立つようになった。1932年、鉄筋コンクリート橋に掛け替えられた。走行時費は当時のお金で77,820円。これが、 現在も残っている二孔橋である。なお、春光当時1935年発行の絵はがき、クレメーションシリーズに当時の様子が撮影されている。戦前は、厚星の照明灯や欄干で飾られていたが、戦中の金属類回収例に伴い撤去されたと、されている。1945年クレ軍港空襲をはじめとする、市街地への空襲に遭遇しているが、 その時の被害状況は不明。なお、第一福音省、全国主要都市線災害教図にはこの橋の被害はなかったと記載されている。戦後も補修されながら、現在も利用されている。1967年クレシ電が廃止となり、軌道が撤去され道路橋となった。2012年市政110周年記念事業、地域で眠るお宅から再生、伝承事業の一環として、 撤去されていた照明灯を復元することになった。ありがとうございます。